はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第101回でございます。で、今回のテーマはすぐにやる気がなくなりますっていう相談です。それに答えます。で、あとそれに対しては2つのポイントっていうとこと、もう1個はたくさんのコメントと高評価ありがとうございましたっていうのは、前回っていうか先週かにアップしたあの講演会のダイジェスト映像ですね。あれに関してすごくたくさんの方に見ていただいて、あとね、そのコメントと高評価もいただいたので、その辺もちょっとお礼を言わせてもらおうと思っております。では行きましょう。はい。あのね、先週からかな、この相談ものすごく多くって、で、去年も確かにたくさんいただいてたんですけど、もうちょっと時期が違ったかなっていう印象があるんだけどね。そのすぐにやる気がなくなると、で、どういうことかっていうと、まあ、机の前に座ると、椅子に座るでしょ。で、問題集が分かんないよ、何か開きますと。で、ちょっとやったら携帯が気になるとか、スマホのゲームしちゃってる。で、あー、ちょっと歌を聴きながらね、勉強してるとか、なんか気づいたら漫画読んでるとかね。すぐに集中が切れてやる気がなくなってしまうって。で、もうそんな私、そんな俺ダメっすよね、みたいな、相談がものすごく多い。なので、まあ集中力っていうところがテーマになるとは思ったんですけど、一応たくさんあるんだよ、そのようなポイントっていうのはあるんだけど、ひとまず今回2つポイントをお伝えします。なので、まあ参考になればいいなという願いを込めて喋りますけども、まあね、ちょっと聞いてみてください。で、まず一つ目です。で、一つ目のポイントは、キーワードが環境ですね。環境で、まあ環境作りって言ってもいいんですけど、勉強する環境を作れてるかどうかって、これ実はものすごく大事で、例えば想像してほしいんですけど、これあれですよ、めちゃくちゃ極端な例えを出しますけど、もう周りに何もない、みんながね、ある部屋に入りました、ガチャって。そしたらもう真っ白の壁も床も全部真っ白で、真ん中に机しかないみたいな、机と問題集しか置いてないみたいな状況で、まあ逆にね、そこまでなんかポツンってなってると集中できねえって話もあるんですけど、でも何もない状況でやるのと、その部屋にこうみんなね、友達がいたりとかね、人がいっぱいいて、みんな遊んでると、でゲームしたりとか、そういった状況の中にいるって、どっちが集中できるって、これ当たり前ですけど、もちろん誰もいない方が集中できるんですよ、基本的には。で、それをやっぱり環境っていうのはすごく大事、勉強する上で、まあ勉強じゃなく仕事もそうなんですけど、で、その環境を作れてるかどうかって結構作れてない人の方が多いと思うんだよね。で、なぜかっていうと、やっぱり勉強って机があればできるでしょみたいな、もういっそのこと机がなくたって床でもいいやみたいな子もいると思うんですけど、やっぱりね、こう机に座るとかしてね、机の前に座った時に勉強の集中しやすい環境ができてるかどうかって、それってものすごく大事で、勉強の邪魔になるものっていうのは、やっぱりみんながね、基本的に自覚があると思うんですけど、例えば携帯とか、あとはゲームとか漫画雑誌とか、まあその辺いっぱいあるんですけど、邪魔するでしょその辺が。でも一番、俺が思ってるね、一番の邪魔者はやっぱり携帯スマホなんだよね。で、これなんでかっていうと、人のつながりがあるからなの、そこって。で、どういうことか、ちょっと話しますね。例えば漫画とか、雑誌、ゲームもいいね、別にね。ゲームっていうのは、まあゲーム、オンラインゲームだとちょっとまずいんだけど、そこは人がいるから、相手が。でも、まあスマホのね、例えばまあ一人でやるゲームとかでもいいんですけど、なんだ、PSP とか DS とかああいうのもいいんだけど、あれは一人の世界だから、自分がやるかやらないかなんだよね。いい、いや、誰にも迷惑はかけない、そこに関して。雑誌を読むか読まないか、漫画を読むか読まないかだからね。でもスマホ、特に LINE ね、そう、俺一番ネックなの LINE だと思ってるんだけど、 LINE っていうのは来てるかなって思うんだよね、基本的に。で、来てて返すの遅くなったら悪いなとかいう意識が働く、基本的には。もうそれ人によると思うけど、ってなると、勉強で問題解いてる時も、あ、やばい、来てるかもってちょっと思うんだよね。 LINE 見たいな、でもちょっと我慢しようみたいな。で、それ我慢することはすごく偉いんだよ、すごく偉いんだけど、もう、あ、来てるかな、大丈夫かな、あ、でもちょっと今ダメだよ、勉強集中しなきゃって思ってる時点で集中できてないからね。もういい、それすごく大事。じゃあどうするか、まず、もしそのね、勉強する前に LINE をしてる友達、彼氏、彼女、誰でもいいです、いるんだったら、ちゃんと何分勉強してくるからちょっと待っててねって言えるかどうか。それで、え、勉強してくんのって、何、私より勉強とか俺より勉強とんのって言うんだったら、もう友達やめていいんじゃねって思っちゃうんだけど、俺はね。
そういう仲やったら、ごめんちょっと今極端に言ってるけど俺は、それを言えるかどうか、だから気にしなくていい環境を作れるかどうか、そこで。でもう一個はスマホ携帯は絶対に目につくところに置かない。勉強の時によく机の時にこう問題集目の前にノートとか目の前に置いてあるでしょ、その右前とか左前に置いてる子って結構いるんだよね。なんだ、Mac とかで勉強してる子とかも見るんだけど、あれも絶対やめた方がいいです。カバンにしまった方がいい、目に見えない方がいい。で家でやるんだったら俺がよく言うのは、部屋に布団とかベッドがある子だったら自分の枕の下に隠す。これは絶対に音が出ないようにするんだよ。 LINE も何もかも音が出ない、バイブもさせない、絶対に気づかせないっていう自分に、スマホの存在を。でやっぱ最初は気になるんだけど、意識してやってったらいつか忘れるから、で忘れる瞬間が出てくる。でもきっとすぐ思い出すよ、あれスマホとか思うんだけど、でも忘れた瞬間を生み出せるのってものすごく大事なの。それをいっぱい続けていくことでだんだん時間が長くなっていくから、スマホ気になんなくなる時間がっていう感じでやるといい。それが環境作りで、目に見える位置に置かないっていうのは全部で同じ。漫画も全部いい、ゲーム機もね。でこれはすごく単純なことなんだけど、やってみるといいよ。ひとまずやる気が出なくて苦しんでる子は特にね。でもちろんすぐには特効薬じゃないです、すぐに効果は出ないけど、続けていったら何か変わってくるから、必ず。っていうのがまず1個目ポイント、環境作りね。で、あとね、この前親に預けた方がいいですかって言われたんですけど、別に俺預けなくていいと思う。それはいい、さっきの目に見えないところに隠す、その枕の下とかね、何でもいいんですけど、手に届くところに置いちゃダメ、絶対に。目に見えるところもダメだけどね。でそれでもあかんかったら渡したらいいんじゃないかな、そしたら親御さんにね。で2つ目です。で2つ目のポイントは先に決めるっていう。で何決めるかっていう、やることを決めるの。あのね、まあ、前回じゃない、第100回のダラダラジオで自分がね、動画で出演というか出た状態でホワイトボードで説明しましたけど、計画っていうのは絶対立てなきゃダメ。先に例えば勉強机に座りました、今俺も椅子座ってますけど、勉強机で、ね、椅子に座りました、でよし今日何しよっかなじゃダメなんだよ。先に決めておく。何しよっかなって考えるのって結構辛いんだよね。でそれを考えることで疲れてしまって、その後続かなくなったりする。だから今日これを勉強することでこうなるんだって、その勉強が終わった時に私はこうなってるんだって、これができるようになってるんだって、このページまでやっておくんだっていう終わりの状態が想像できなきゃダメ。じゃないと闇雲に走ってる感じで疲れちゃうんだよね。なんで勉強してんだろうって思い始めるから。そうじゃない、これを勉強したらこうなってるんだっていう未来をちゃんと作ってあげる、自分のために。でじゃあそうなるために頑張ろうって思えるかどうかものすごく大事、やる気ってとこに関しては。だから計画も先に立てるっていう話をしたけど、計画を立てて今日はこれやると、でこれやるから今日はこうなってよって、まあ英語だったら何か覚えてよでも構わないけど、でそれを積み重ねていったらこの時期1ヶ月後2ヶ月後にこうなってるよねって、そこまで考えられてたらモチベーション保てるから。結構受験勉強って、まあ、あと今8月の中だから9、10、11、12、1、2、まあ、あと約半年ですよね。半年ちょっとあると、もうすっごい長いマラソンだから、ずっと持久走大会でめちゃくちゃ長い。だからすぐバテちゃう、ちゃんとやらないと。でそのちゃんとスタミナを持たせるっていう、やる気を持続させるっていうには、そういうちっちゃい工夫をしていってあげる。めんどくさいことなんだよ、契約立てるとかね、なんだけどそういったことをやってあげるっていうことで多少変わります。俺が変わったから、それで、で変わった子たちもたくさん見てきたからさ、うん。で本当はね、いっぱいいろいろあるんですけど、ひとまずこの2つを伝えます。今回は長くなっちゃうしね、いいかな。で最後に、そのたくさんのコメントと高評価ありがとうございましたということで、先週ダラダラジオお休みの代わりに、7月15かな、新潟県のね、三和中学校で講演会を人生初めてさせてもらって、その映像をちょっと短く、かなり短く凝縮して、アップさせてもらったんですが、多分自分の、まあ自分って勉強動画なんで一本パッて上げても、ね、他の YouTuber の方みたいにブワッていかないんですよ、再生回数は。特に今勉強してないとこだったりすると。ですけど多分1週間で今4000ぐらいかな、4000、5000ぐらいね、見ていただいてて本当にありがとうございます。でね、評価の方もたくさんの方にいいねをしていただいて、自分いいねしてくださいって普段言わないんですけど、すごい嬉しかった、本当にありがとうございました。で
そのコメント欄もそうですし、あと直接メールいただいた方と、メールいただいた方とツイッターかでもね、たくさんうちの学校に来てくださいってすごいたくさんの方にね、言っていただいて本当にありがとうございます。まずその気持ちが嬉しいっす。そこまで大した話できてないんですけどでもありがとうございます。で実際ですね、実は講演会というか、まあ、ちょっとこう喋るイベント、学校でやるイベントっていうのはもう一個決まっていて、実はちょっとまだ言えないんですけど、でこの先増えていったらいいなとは思うんですが、基本的に自分から行かせてくださいっていう立場ではないので、こうやっぱりね、学校側の方から行ってもらわないと自分は行くことができないんで、よし行きますとはなかなか言えないんで申し訳ないんですけど、まあ、いずれいつかね、こう機会があって皆さんのところに行くことがあれば、ぜひあの時にコメントしたなんとかですとか言っていただければ、ちょっとねたくさんいただいてるんで名前は全部覚えてはいないかもしれないんですが、あそうなんだありがとうっていう話もできると思いますので、もしねなんかこうチャンスと機会となんか巡り合わせがあったら、その時はぜひよろしくお願いいたします。では今回はハイチのダラダラジオ第101回すぐにやる気がなくなりますというテーマで喋らせていただきました。今回もねここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で次回102回、テーマは決まってない、ちょっと喋りたいこといっぱいあるんですけど、ちょっとどれを喋るかまだ決まってないのでね、これとは言えないんですが、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。